ユリアエゴーレブナ・ステパノワは、ロシアの陸上競技選手。専門は800メートル。2013年2月26日、生体パスポートに異常値が見られたとして、国際陸上競技連盟から2年間の出場停止処分を受けた。また2011年3月3日以降のステパノワの記録はすべて抹消された2014年、ステパノワはロシア反ドーピング機関の現職員である、夫。 ビタリー・ステパノフと共に、ジャーナリストのハイオ・ゼッペルトが制作した、ドイツのドキュメンタリー番組に出演した。ドイツの公共放送 ARD が運営する、テレビチャンネルダス・エルステで放映された、同番組は、ロシアスポーツ界の大規模ドーピング不正行為を告発するものであり、その内容は、ロシアスポーツ当局者が、 選手の収入の5%と引き換えに禁止薬物を選手に提供しており、ドーピング検査官とも共謀して偽テストを行っているというものであった。ウラジーミル・プーチン大統領の報道官は、ステパノワをユダと呼んで非難した。国際陸上競技連盟は、2016年7月、問題発覚の端緒になった証言に排除し、ユリアがリオゴリンを含む国際大会に、 中立選手として参加できることを認めた。しかし、国際オリンピック委員会は、過去に、ドーピングで陽性反応を示したユリアの五輪出場を認めず、ユリアは委員会に異議を申し立てた。2016年10月24日、国際オリンピック委員会は、夫ビタリー・ステパノフを、反ドーピングのコンサルタントとして雇用し、ユリアにもトレーニング費用などについて援助していると、公表した。 クルスク出身。2009年にビタリー・スティパノフと結婚し、2013年11月に長男を出産している。旧姓はルサノは2014年12月、夫と息子と共にロシアからドイツに永久移住したが、2016年現在はアメリカ合衆国に居住している。ダス・エルステでドキュメンタリーが放映された後、ロシアのマスコミが、 ステパノワの告発はカナダへの政治亡命を認められるための策略だと報道した件についてはこれを否定している。ありがとうございます。